Hello everyone, it's me Yuko. Thank you for watching. はい、本日はですね、まあ、スペースに惑わされるな。はい、まあ塊、まあ最低ですね、まあ5単語ぐらいその塊で発音するっていうことを、まあぜひ意識していただかないと、まあこれができないと、あの発音きれいにならないですし、またあの聞き取りも難しいです。はい、何が言いたいかというと、ここ最近、まあ、発音の動画をアップして、で、まあ、フォニックスとか、アルファベットの、まあ、発音を、まあ、練習してきました。で、個々のそういう一つ一つの音をしっかり丁寧に発音するっていうこともとっても大事なんですけど、だけどいくらですね、一つ一つの発音が綺麗でも英語っぽく聞こえないし、またこう聞き取りもできないってことですね。まあ、なぜかっていうとですね、もう一個一個、まあ、実際この文でサラサラっと話す時って一個一個の音をまず丁寧に話してないですし、まあ、そんなことやってたらスピードが非常に遅くなりますよね。実際私たちこう早い英語がわからない、ネイティブの英語がわからないっていうのはもう早すぎて音と音がもうつながってるし、そういう音の変化もすごくこう崩れているし、まあ、プラスその自分が英語を理解するスピードと、もうその話すスピード、相手がわーって話してくるスピードが合ってないので、だからゆっくり話せばわかるっていうのはあるじゃないですかね。そうそうそう、ゆっくり話してくれればその理解力が、こう頭こうついてきてですね、理解できるんだけど、そうじゃないと、うん、まあ私たちも日本語喋ってる時そうなんですけど、じゃあ例えばこれね、I go home with my husband every Monday. 毎週月曜日は、主人と一緒に、まあ、家に、まあ、帰宅するとか、まあ、家に行きます、帰りますっていう、まあ、意味ですね。はい、じゃあこういう文章があった時に、じゃあ日本語で考えると、私は、毎週月曜日に、主人と、一緒に、まあ、家に帰りますっていうふうには喋んないですよね、ネイティブの日本人って。あ、毎週月曜日主人と帰ります、もう主人と帰りますはもう一息で言っているっていう感覚なんですよね。主人と一緒に帰るはもう一塊、うん、一塊で毎週月曜日っていうのは、またこの別の一塊でちょっとこう付け足しているっていう感覚で喋、っています。はい、全ての長いセンテンスを最初から最後まで一塊ではないですよね。もちろん「あ、それで」とか何かこう文の意味の塊ごとに、もちろんこう日本語でも、まあ、付け足していっているっていう感覚なんですけど、それでもですね、単語一つ一つを付け足すのではなく、ある程度の意味をもう一塊で喋っている感じです。なので、まあ、英語で自分でこう音読練習するときに、5単語 I go home じゃなくて I go home with my husband、 もうここまで一塊で一息で言えるようにしていただきたいんですね。そのスピード感で自分も言って、そして自分が言っている言葉を理解しないと、やっぱネイティブこれ一塊で来ますからね。 I go home with my husband という感じで、ここまで一塊で来るから、そのスピードにやっぱ慣れるためにですね、まあ、ちょっと これをもう個々の発音がフッフッとかブッとか綺麗にできるなっていう風になってきたらね、なってきたらでいいです。もう5単語ぐらいの塊で理解するっていうことですね、をぜひ意識してください。そして今日の2つ目のポイントはですね、よく英語は圧力、しっかり閉じるとか、しっかりベロを当てるとかですね、圧力です、息をふっていう風に
息の出し方がもうすごく強いんです、日本語と違う、そこが日本語と違うとこですなんていうふうに説明すると、もうそんなのもう酸欠になりますとかですね、疲れちゃうっていうふうに、こうそういうコメントが多いんですね。でもし疲れるとしたらそこは原因があるんです、それはですね、言わなくていい、本来ものすごくソフトに弱く流すように、言っていい場所を結構しっかりと発音しちゃってるっていうのがもう日本人あるあるなんですね。日本語やっぱり、全ての子音にあいうえおの母音が来て、こう話していますよね。で、日本語の場合はなんかこう一定に息を出して一定に圧力かけているっていう感じですね。だからまあ全ての音に母音がついても疲れない。だけど英語は全ての音に母音がつくっていう代わりに、今度はですね、単語の中に圧力をかけ、ここに圧力かけてくださいねっていう場所が決まっているんですよね。だから圧力かけるところだけしっかりとかけて、あとは流し読み、力を抜くっていうことなんですね。そこがやっぱすごく違います。一定に圧力ほどほどにかけて話すか、圧力かけて脱力、圧力かけて脱力になるのかっていう違いですね。でですね、圧力をかけて発音しなきゃいけない箇所っていうのがものすごく実は限られているんですね。英語っていうのはもうざっくり分けて2つに分かれます。内容語と機能語です。内容語っていうのは、その文のメッセージを伝えるための、まあ、実質的に、まあ、必要な単語、メッセージですね。だから名詞とか動詞、形容詞、副詞、疑問詞とか、このあたりですねが内容語です。であとは機能語っていうのは、これで言ったら前置詞とか、あとあ、だ、冠詞、前とかはこういう、まあ、所有格もそうですね、機能語です。はい、なのでじゃあちょっと動詞名詞とかっていうのをちょっとじゃあアンダーラインで探していきますね。そうするとこれ動詞、I っていうのは自分のことの代名詞だから、まあ、基本 I も弱いです。機能語扱いです。Go でしょ、 Home でしょ、そして Husband、 Every Monday。 はい、 1,2,3,4,5,6,7,8 単語ありますよね。8単語あるうちの5単語が内容語です。はい、1,2,3,4,5 内容語です。そうです、内容語をこうしっかり強く言うんですね。さらに絞ると、内容語のアクセントがこうかかる部分を音をしっかり出さないといけないんですね。そうじゃないとやっぱちょっと分かりづらいです。まあ、これは Go は本当に短いので、もうここ Go、 Home だからここはもう弱いですね。ご、は、ここですね。は、ハズバンのはの音はしっかり出すけど、ハズバン、後半はものすごく弱いです。Every じゃなくて、Every。え、ここにアクセントが来るので、ここをしっかりです。Monday、ここですね。ま。はい、8単語あるうちのまず5単語に絞られました。内容語5単語に絞ったうちの、さらにその圧力をかける部分はですね、このように音が絞られるんですね。この5箇所です。が、は、は、え、まですね。 I go home, go home でだけです。I go home with my husband every Monday ですね。ちょっとここまで一息で言ってみます。 I go home with my husband。 はい、わかりますか？私意識してるの
ここの3つの音だけ強く言ってます。他は I とか With とか My とか M、The Band のところは全然あの圧力っていう圧力かけてないので、とてもだから3箇所だけかって思うととても楽です。はい。で、Every Monday、 Every、 もう Every、 Every、 この音が聞こえて次 Monday の間っていう風に聞こえたら、あ、毎週月曜日だなっていう風にもう分かるので、はい、という感じですね。じゃあちょっと次も行ってみましょうか。はい、内容語、動詞ですね。はい、じゃあ8っていう数字、名詞、こう名詞、名詞ですね。はい、あら、これも1,2,3,4,5,6,7,8,9 単語あるけれど、内容語は5単語です。で、さらにアクセントがかかるところだけ音ですね。 Tomorrow、はい、もうそうすると見てください、すごいもう文字がずらずらずらって並んでいるけれど、そうなんです、この本当に赤い部分のところだけを圧力、ギュッ、圧力しっかり閉じてとか、フッとか息出してっていうのをやっているんですね。はい、だから全部 I'm gonna、go home at 8なんてやってたらもう本当酸欠ですが、そうじゃないってことです。 I'm gonna go home、 まずここまで、一息ですね。もう家帰るよなんていう時、家に帰る予定です。こんな感じで文を組み立ててないです。もう無意識に反発的にもう家帰る、っていうのをこう言っています。 I'm gonna go home、 ここまで一息で I'm gonna go home。 そして最後、8 and night tomorrow、 ここまでまた一息で8 and night tomorrow、 8 and night tomorrow、 わかりますか、本当 8 night も、 この3箇所だけですね。 8 and night tomorrow、I'm gonna go home at 8 and 9 tomorrow。 うん、そうですね、ちょっとこう全部で言うと長いので、ちょっと意味の大きく意味が変わるここで、一旦区切りました。ちょっと目安は5単語、最低5単語で、一塊で発音する、一塊でもう意味を理解する、その意識がないとネイティブの速いスピードの英語には、ついていけないってことですね。はい、あとじゃあもう一つ最後、はい、じゃあここ動詞です。 B 動詞は基本ちょっと弱くなります。一般動詞の方が強いですね。ここが動詞ですよね。はい、名詞です。こう5、数字とか years っていうのも、大事です。 1,2,3,4,5,6 7単語で構成されているけど、1,2,3,4 4単語に内容語が、絞られました。そしてさらに、内容語のスタですね、アクセントがかかるところのみです。 English 5 years、 ここだけですね。はい、だからずらずらずらっとすごく長い文章に聞こえるんだけど、1,2,3,4 箇所だけ圧力をかけるフォニックスの音をしっかりと出すってことですね。 I haven't studied English、 ここまでも一息でいきましょう。 I haven't studied English、 I haven't studied English、 わかりますか、 I've been すごく弱いです。 I've been すごく弱い、 Stu Stu、ここで一回圧力かけて Studying English、 Studying English、 ここだけですね。 I've been studying English for 5 years、 もうここなんて本当に短いですよね。 for 5 years、 for 5 year、 5 year、 for 5 years。 はい、という形でですね、その内容語のアクセントのところの音だけ、を、まあ、強く言っているから、だから、まあ、息切れしない、
ですね、楽だってことですね。そんな私たちが考えているほど、英語はこう楽に話せます。はい、今回はちょっと、ポイントが2つですね、ネイティブの早い英語をスラスラとこう頭にこう理解するためには、もう日頃から自分が話すとき、音読練習するとき、もう一塊で最低5単語さらっと、もうこれが一つの単語だぐらいな勢いでですね、まとめて発音するですね。そして、内容語、名詞、動詞、形容詞、副詞、あと疑問詞とかですね、内容語のアクセント、さらに絞ってアクセントのフォニックスの音をしっかり出すですね。はい、以上ちょっと踏まえて音読練習、そして自分のスピーキング、そして、リスニングする時も、内容語のこれらのアクセントかかる音をしっかり聞き取るようにしていくと、聞き取りやすくなるので、はい、ぜひそのあたり意識して練習してみてください。ということで、今回の動画気に入ったという方はいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。 OK! Thank you for watching! Have a great day! Bye!